はい。えー、どうも、フランクです。えー、とですね、今回も転職貧乏の実態ということで、えー、給料目線の方を公開していきたいと思います。で、これが、えー、ちょっとね、遅れちゃってるんですけど、1ヶ月分ぐらい。十、えー、11月分働いたやつですね。それが12月に振り込まれたんで、まあ12月振り込みの給料です。で、いつも通り、えー、手取りがもう最初に出てるんで、えー、銀行に振り込まれたのが17万4781円ですね。で、 あとは、こっちか。出勤日数が11日。で、実動時間が88時間。えー、まあ、あの、休みだったんでね、平日休みが多かったんで、で、もう給料もね、どうしようもなかったんで、5日間分、えー、有給を消化し,しました。うん。で、休業日数が、 だから、合計ね、10日間休みだったのかな。で、そのうちの半分はどうにかね、あの、ちょっとお金をね、しようかなと思って。で、それで、まあ、あの、5日間有給を使う形ですかね。で、ごまかしごまかしと。残り2日間残ってると思います。有給の方は。えー、基本給が11万4400円。えー、で、仕事がなくて休みっていうところに、 あの収入的な問題で、有給を入れたんで、5日間分、5万2000円ですね、有給手当で。で、解禁手当がえ5000円。で、休業手当、これがまあ10日間あったうちの5日間は有給使って日当出たんですけど、残りの5日間はえ有給使ってないんで、6割保証の金額ですね、3万1200円。 で交通費が1万2900円、合計21万5500円が支給されましたと、はいえー、健康保険料が、えー、1万2753円、厚生年金保険が2万3790円、えー、雇用保険料が646円、所得税が3530円です。 で、えっ、ー、と、まあ、合計社会保険等で四万七百十九円引かれたと。うんで、えー、まあ、銀行振込が十七万四千七百八十一円と。まあ、これが、え今回の、え給料ですね。で、次、まあ、あと数日後に、えぇ、た支給される給料は、どうなるかわかんないですけど、まあ、一月入って、ん十二月中の、 まあ年末年始の絡みとかありますんで、まあ結構やばいかなっていう状態ですね。<coughs> はい。まあそんな感じです。ということで、まあこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。